北の大地への冬の到来とともにシーズンはクライマックス。2021明治安田生命 J1 リーグ第37節、北海道コンサドーレ札幌対柏レイソルの一戦。それではホーム札幌のスターティングメンバー予想フォーメーション、ゴールキーパー菅野、ディフェンスが真ん中に宮沢、左ふくらはぎの怪我から帰ってきました右田中、左福森、そしてダブルボランチ小前と高峰で、右のワイド金子、左に菅、ツーシャドウはチャナティップ小柏、そしてワントップに今日はミラン・トゥチッチです。一方の柏です。こちら久々に予想フォーメーション変えました、はい、ゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンスが上島が9月18日以来、真ん中予想高橋と古賀と3バックを組みます。ダブルボランチ三原ドッジ、そしてワイドは守備の時はハイブバック気味になるか大南三丸、ツーシャドウにマテウス・サビオと仲間、ワントップクリスティアーノです。今月23日急性うっ血性心不全で23歳の若さで亡くなった湘南のブラジル人ミッドフィルダーオリベイラ選手、黙祷が捧げられます。哀悼の意を表し、小前が自ら持っていく、左の上がりを待ちますが、ここはここで勝負、右に振って金子拓郎折り返し、小柏から田中俊太、逆サイド狙ったんですかね、ちょっとコースが甘かったですけどね。柏の方はいい守備から速い攻撃っていうところは、はい、出せてますよね。これも裏ですね、いいボールですね。あ、抜けてきた仲間が出て福森が戻る、間通ってきてマテウスサビオ、すげえな、右足一本、素晴らしい、よく出ましたね、本当に右足よく出ましたね。ここもルーズを拾いました、三原が倒れて、あ、来ましたね。さあチャナティップです。チャナティップが自ら持ってトゥチッチへ、トゥチッチペナルティー、左足シュート、決まった、チーム加入後初ゴール、待ちに待ったトゥチッチ吠えます。そしてこの笑顔、まずここの奪ったところですよね、田中選手、そして高見選手が前につけた、でチャナティップが空いてる、で運びながらちょっと離れてるんですよね、相手から、でゴールも意識してますよね、もう受ける前に、うん、キーパーの位置も多分確認できたと思いますよ、ここで当てがちょっと離れてるんですよね。ワンタッチも最高ですよね、左利きでいいところに止めることができたからこそ、完璧じゃないですかね、コントロールからシュートまで。まあ、こういう戦い方を見ると、まあ、この先ももちろん4バックという理想はあるけれども、小柏が抜けてくる、小柏、いや決まった、札幌追加点、小柏は今シーズンの6ゴール目、まあ、スローインからなんですけど、ここはフリーなんですよね、まずここで一発で前向けて仕掛けながら、このちょっとアウト気味ですから、で止まるようなボールで、これはキムスギも出れないですし、うん、まあ、小柏選手のスピードを生かすようなボールですよね、これは。まあ、ここを見てもまだ変わってはないですけど、はい、大南がいいボールを入れた、マテウス・サビオ、クリスティアーノ自らシュート、決まった、最後ディフェンスに当たったでしょうか。ただクリスティアーノ今シーズン7ゴール目、8月29日横浜 FC 戦以来およそ3ヶ月ぶりのゴールになりました。これがありますよね、この一発がありますよね、はい、本当に、まあ、中ちらっと見たので打たないかと思ったかもしれないですね、はい、札幌の守備はちょっと遅れてますよね。ここからどうやって札幌が背後を狙うかですね。そうですね、背後外を使いました、はい、曇りが上がってくる、福森が低いボール、トゥチッチ、キムスンギュ、うん、さあ右サイド、小柏が中に入れて、うん、チャナティップ、ワンタッチ、優しいボール、いや完璧だ、金子からトゥチッチ、今日2点目、後半の立ち上がり2分、初ゴールからいきなり2ゴール。いやもうフィットしてきたのは感じますし、まあ、ここまで完璧な崩しじゃないですか、これは。
もう本当に入れてくれっていうようなパスで、いいパスでしたね。ナイスゴールだ。ただここで入ったクリスティアーノ、武藤、いいですよ。クリスティアーノへ、クリスティアーノを切り返して右足でシュート。ナイスキーパー、すげえな。いやビッグセーブじゃないですか。はい、先ほどは右足1本、今左手1本。さあそして札幌ドーム、大きな拍手。トゥチッチに代わって J が入ります。そしていやでもなんか雰囲気がまたガラッと変わりましたね。札幌のゴール裏なんですが、これコレオグラフィーでイングランド国旗の、いや見事ですね、ビジュアルですね。背番号48、 J ボスロイド。 C 橋のボールを突っかけたのは札幌。小菓子は J に出た。さあ J がここからどうする。シュートを狙いましたが、最後なんとか体を当てました。柏出ていきたいですね。ここ下げたところで試合終了。3対1、ホーム北海道コンサドーレ札幌がホームの最終戦、そして J の札幌最終戦を勝利で飾りました。札幌はたね wunderbare Team das ist eine ich sage jeder Tag zu meiner Spieler Sie sind beste mit eurer Hilfe in nächster Saison. Ich bin sicher, dass wir schaffen ganz höhere Ziele. まあ我々には本当に素晴らしい選手たちがいる。我々には本当に素晴らしいサポーターがいる。やはりその選手とサポーター、力を合わせて来シーズン高みを目指しましょう。ありがとう。ペトロビッチ監督も来シーズンさらなる飛躍、新たなステージへ向けてという話をしていました。 J 選手もチームにそういったスピリットを埋め込みましたね。いやそうですね、もう間違いなく絶対このタイトル、はい、そして ACL 目標ありますからね、はい、それに向かっていきたいですよね、はい、サポーターとともに。